ニューストピックスです金沢城公園で5月3日から5日金沢城菓子物語100万石歌詞百光展が行われました今回はこの話題について社会部の児玉記者に聞きます児玉さんよろしくお願いしますお願いします いろんな味が楽しめる恒例のイベントですよね。はい、百光店は様々なお菓子の魅力を発信するイベントとなっています。今年の販売コーナーには約20店がブースを構え、金ツバやイチゴ大福、フレンチトーストなどを並べました。まんじゅうの振る舞いもあり、午前から希望者の行列ができるなど賑わっていました。聞いていると、なんだか甘い匂いが漂ってきそうですね。 他にはどんなコーナーがありましたか？はい。和菓子作りの体験では、石川県菓子工業組合の組合員が講師を務め、子どもたちが北陸新幹線の車両や花をかたどった色とりどりの練り切りを仕上げ、金沢の和菓子の技や魅力に親しみました。水引きの体験や、駄菓子縁日のコーナーも人気を集めていました。うん、まあ、ゴールデンウィークでしたから。うん 大きく賑わったんじゃないですかはい。会場では大道芸やキッズダンスなどのパフォーマンスも披露され来場者が青空の下でハツラツとした舞台を楽しみましたまた今回は能ど半島自身の復興応援フェアとして能どの和菓子店や式店も出店し観光客などが伝統菓子の長増しや和島塗りの器を買い求めました、はい、金沢でお食べて 野党応援できるっていうのはいいですね。はい。2日目の5月4日は、和島市から訪れた元市獅子舞保存会も出演し、躍動感あふれる演舞を披露しました。周囲にはカメラを構える外国人観光客などで人だかりができ、演舞の後は家族連れが茅野の中に入ったり、指針頭と記念撮影したりしていました。ああ、いい思い出ですね。野党の,の皆さんが頑張っている姿を見ると、わ もうこちちららも頑張ななきゃっていう気持ちになりますよね、うんはい、震災に負けない心意気を示した保存会の小坂会長は被災地支援の感謝を伝えるとともに継続を呼びかけたかったとしたくさんのお客さんに喜んでもらえて嬉しい0.001%でも復興が前に進んでいけば来た甲斐がありますと話していました。うん、楽しいと 続けて頑張ろうと思いますし、うん、やっぱり継続っていうのは楽しくないとダメなんじゃないかなと思うからぴったりだなと思いましたうそうですねはい。今回は社会部の児玉記者に聞きました児玉さんありがとうございましたありがとうございました